以上、こんばんは。今さっき PC をちょっといろいろ考えてた、どれにしようかPC 決めて、なんかそのさ、変えれるじゃん設定みたいな、それを構成とかモニター何買うとか決めてた。時間なくって諦める、あの決めるまではしなかったけど、まあ決めてた。時間足りなかった自作はしない、自作はちょっとしない、普通に買う、出来上がったのを。前回さ、なんだっけこれ、見積もり出してもらったやつ見ながらどうするか考えてた、お母さんと話しながらお母さん全然パソコン詳しくないのにPC 買わない、賛成、賛成っていうか別にあれだからね、自分で買うからそんな反対も何もないみたいな感じパソコンって買わないするのって言われなかった、言われなかったね、別にもう、うん、結構前から言ってたから、そんなもうこれぐらいするのを買うって言ってたから、それちょっと一緒に選んでもらってた。なんかあるじゃん、いろいろつけれたりするから、これいるかなみたいなのをお母さん全然分かってないのに聞いてもらってた、ゲーミングパソコン、ゲーミング PC を買うつもりで、他にもしないと打てないことあるからな、早く決めて早く買ってってしないと、ちょっといろいろしないとだから、誕生日プレゼントでもらいたいパソコンを、さすがにちょっとプレゼントでもらえる額じゃないわ、パソコン高すぎて無理だわ、なんかマウスぐらいじゃないと、キーボードとマウスとそこら辺ぐらいじゃないと、 PC 買ってはやばい、無理だ、さすがに自分で買う。弟くんの方が詳しかったりして、いや弟は詳しくないよ、だってスイッチしかしないもん、弟は分かんない、パソコンは詳しくない、絶対に。
でもモニターって何インチから何インチぐらいって言ってたっけ、がいいって言ってたっけ、なんかこの間コメントで見たけど忘れちゃった。24インチぐらいの買うつもりでいるけど、確かにスペースにもいるよね。24ぐらいかな。使おうとして、でも PC はめっちゃ高いわけではないけど、買おうとしてるの高いわけではないけど、でもそれにしても安くはないよね何十万するやつだから安くはない、うん、高くはないけど、私が買おうとしてるやつはでも安くはない。さらにそんだけの額のプレゼントで買ってって言えなくない自分で買うつもりだけどさ、買ってもらわないけど。モニター付けの上に置く。さっきサイズも測って、まあなんとかいけそう。もう一回後で測り直す。今日時間がなさすぎて今日で二十歳になりましたこの配信見れたことで今日がいい日になりました。ありがとう、おめでとうございます。二十歳おめでとうございます。お誕生日ね、おめでとう。24、24インチぐらいか。あれだし、どうかな。来なかったのコメントを見てみて。相手はなかった。確かに同い年ですね、私2枚欲しいね、モニター。モニター2枚はちょっとね、置く場所がなくって厳しいから、もう1個のパソコン、ゲーミング PC じゃないけど、もう1個の普通の、あのちっちゃい持ち運べるようなパソコン。パソコン、ほんとパソコンでもなく、なんていうの、タブレットにこうキーボード取り付ける感じのパソコン、あれがあるから、もうそれを。ちょっと使う感じにするかなと思ってるけど、2枚はね置けないんだよね、場所的に厳しい。もうちっちゃいのじゃないと。ちっちゃいのじゃないと置けないから、なんかね、そのモニターもあるけど、買ってもね取り付けれないんだよね、私の持ってる机的に挟める場所がなくって、かといって壁にちょっと取り付けるのもちょっと無理だからだからそう縦に置くこともできないからね、とりあえず1枚だな。初めてお話し会に行く同い年なんですけど、敬語かタメかどうすべきですか。
同い年、どっちでも話しやすい方でいいと思うけど、どっちが多いかな。でもファンの方で言うと、でもみんな、敬語の方、なんかでもため口の方が話しやすいから、ファンの方ため口の方多いかも。私も向こうもみたいな、こっちの方が多分多いかも。敬語の方逆にあんまいるのはいるけど、ため口の方の方が多い。確かにそっちの方が距離感が近い気もするしね。モールス信号、それを会話できる、わかんないそれ言われてもえってなっちゃう、わかんないな一方的なのになっちゃうけどお父さんにつけてもらえば、お父さんにつけてもらう？アーム？モニターアーム？いやモニターアームはね、いやつけてもらうも何も挟める場所がなくって、モニターアームって挟んでつけるじゃん。挟める場所がないんだよね。そもそも。で壁につけるにもちょっと壁はちょっと厳しくって、つけるのはそれでつけれない。だから普通に1枚かなモニター。デュアルは厳しい。だから一枚で。壁に穴開けるタイプも見た。え、それ知ってるんだけどね、ちょっと壁に穴開けるのは厳しいんだよね。無理なんだよね。壁はちょっと困っちゃうんだよな、開けちゃうと穴開けると困っちゃうんで、ちょっとできない。それはだからとりあえず1枚でかな。でもどうしても2枚ないと無理だって時になったら、まあなんか考えるよ、また考える。とりあえず1枚。また始まったらもうちょっと考えよう。まだ買わないけど、お母さん寝ちゃったから、明日またお母さんと話していろいろ決めていこう。お母さん全然知らないから聞いてもらってるだけだけど寝るの早い。確かにお父さん、お母さんもお父さんも寝るの早い。早い、普通なのかなこれが、わかんない。お父さんもう寝てる。お母さんまだ起きてたけどお父さんはもう寝てます。12時前に寝るのは早い。ああ早いのか。でみんなもうリビングは大体12時前になったらみんないなくなるみんな寝室に行っちゃうみんな寝室行って、だな。確かにみんな早い。
それが一番遅くまで起きてるね、絶対に。なんかもうそろそろ切ろっかな。てかそろそろ美容院に行かなきゃいけないの。美容院で切ってもらおうかな。美容院どうしよう。美容院に行かないと。前回ちょっとしか切れなかったからね。目にかからない程度にしか切れなかった。来年大会出てそう。ゲームの大会、いや大会出るまで上手くなれるかな。そうですね、そんな甘くないから。中に寝れなくてリビングで会うこと親とないの。寝れなくてリビング行くことがない。ずっとベッドやる。お父さんは時々起きてきたりとかするのよ。本当に時々ね、めったに来ないけど、なんかな染め直すちょっと色落ちしまくってる。じゃまだちょ暗いからさ、あんま分かりづらいけど、多分プリン多分プリン。やばい、染めないと。コンサートまでに行きたいな、病院に。いつ行けるかな。でもリハがあったりでいつ行けるか分かんないな。聞かなきゃだけど。でも暗いから分かりづらいよね。もうライトの当たり方にもあれかもあるだろうけど、ライトの感じで分かりづらいかもな。ライトがこれ当たってるから。暗くする、え、これよりかは暗くなる。いつもと同じぐらいで染める。これは今は色落ちしてるからちょっと明るくなってる。でもこれでもそんなめっちゃ明るいわけではないけど、色落ちした。暗めの茶色ぐらいじゃない今色落ちして。暗めの茶色と。このぐらいの色もいいけど、でもちょっと色落ちなかったよ全然。前はね、エイトの日の前、エイトの日の何日か前かに行った。だから、もうちょっと2ヶ月経っちゃう。やばい。ねえ、ちょっと開けちゃった。期間ちょっと開けすぎてしまった。ちゃんと行かなきゃ。次も前回と一緒ぐらいにする。前回ちょっと暗め、これよりちょっと暗めぐらいの色。自分で染めたことはないね、今まで。ない、自分でやったことはないや。難しそう、自分でやんの。なんか、ムラになったりするって聞くから怖くてやったことない、自分で。だんだん黒くして、いやだんだん黒くはしない、別に真っ黒にはしない、別に真っ黒
地より暗い色にはしない。地より暗いと似合わない。次元めちゃくちゃ真っ黒ってわけじゃないから、茶髪でもないけど次元真っ黒ってわけじゃないからさ、真っ黒にはしない、黒染めみたいなはしない。くらいの暗さが好き。なんか茶色やちょっと暗い茶色みたいなって感じの色。確かに、まあ別に明るいわけではないけど、染めた前回の色と比べたら、前回の色8月エトの日のと写真とかと比べたら明るいか。多分そのぐらいでまた染めるかな。前回の時のエトの日見たらわかるかな。こう見るとね、茶色色落ちしたの、あんまわかんない。いや、してる。いや暗いとさ、あんまりさ、暗めの色だとあんまり色落ちしたのとかプリンなの分かんないよね。今よりもうちょっと明るいくらいの茶色、今よりもうちょっと明るいくらいしてたよね、いつかとかあるかな。インスタとツイッターしかさ、この最近の写真見れないからさ、これこっちの携帯だと今より、でもこの時期はちょっとピンクっぽい感じか。去年ぐらいじゃない、去年のさ、いつだこれ、7月あたり、いつやったっけな、ピンクっぽく最初染めたの。ちょ忘れちゃったな、いつやったっけ最初。いつだっけな、あれ、いつだっけ、ちょっと記憶がどうにかしてみれないかな、その時の写真を。去年だと持ってるんだけど、去年の6月だ、6月、じゃあこの時はまだあれか、でピンクっぽくなんかだんだんし始めたぐらい、去年6月からその時はね、だんだんって感じ。まあ今見るとさ、この頃の写真全然ピンクっぽくはないけど、だんだんしたくらい。うん、ピンクに、ピンクってかなんかピンク赤みたいな、そんな感じ、赤系ピンク系、赤系っていうのはなんか分かんないや難しい。下に載せてる画像なんか色落ちしたぐらいの画像が多いな、なんか分かりやすいの載ってるかな、ツイッターとか。写真をこれ見れないからさ、これあ、これじゃない、なんかシェルメント6日目ありがとうございましたって書いてるやつとかピンクっぽいんじゃない、
あ、確かに小石の地震、今の壁じゃ、確かに確かに、わかりやすいのとそこらへんかな、多分今年の4月あたりまでやってたのかな、そこでやめちゃった飽きちゃったんだよね色。でなんかそっからやめてピンク埋めて暗くしてみたいなで今って感じ。そう飽きてやめた。公式の写真とかツイッターで最近載せた写真、最近載せたけどちょっと前の写真4日前って書いてる、4日前、あの後半の写真がピンクっぽいかな、ピンクっぽい髪だったし、これね多分ね染めてね、やっぱピンピンクっぽいけど、ん、これいつの写真だっちゃって、でもこれなんかだいぶ色落ちしてた時期だな、確か確かに壁下の時期がこれがあれだ、なんか染めて何日か後かとかなんかすぐとかだったから一番ピンクっぽいわ。この写真も確かに赤とかピンクっぽいけどちょっと色落ちしてるわ、確か確か、あんま覚えてないあんまり覚えてない、ずっと結構長い間してたから去年の6月1年ぐらいやってた、ピンクっぽい感じは1年ぐらいやってて飽きた1年やってたら飽きちゃった、1年、違うな、10ヶ月ぐらいやってたかも、1年近く長い間。なんかさ暗めの色だとそこまで飽きないけどさ、なんかそういう色だと飽きちゃうよね違う色にしたくなっちゃう、暗めの色はあんま飽きないけど、あとブリーチなしで結構ねできた、なんか多分ずっとやってたからかな、そんな、なんていうの、同じ感じの色、なんかブリッジ今までしたことない、明るめの色だった時もしてない、全部飽きちゃうね、やっぱり可愛いと思うけどね今見ても、確かに可愛いけど、そうだね、痛いかな、ブリーチって痛いって聞くから怖い、わかる私なんか痛いとか、あとさなんか痛むってめっちゃ痛むって聞くから、
なんかみつおちゃん髪染めるときに私の画像を見せたらしくて、こんな感じの色にしたいみたいな感じでその時にこれブリーチしないとならないって言われたって言ってた。してないけどみつおちゃんはブリーチなしで近くみたいな結局した。でも私ブリーチしたことないんだけどなって思って私はしたことない、ブリーチしたことないけどしないとならないって言われたって言ってた。びっくりした。写真見せたって言ってたんでねそれにもびっくりしたけど、見せたのみたいな、私の写真をみたいな確かに写真見せて伝えたりするけどさ、こういう感じの色でみたいな私の写真見せたらしい。いつの時の髪色だった、ピンクとかじゃない、ピンクのじゃなくって茶色とかの時の髪色かな、多分ピンクじゃないよ、赤とかその色の時じゃない、多分忘れちゃった、どの時だったかな言ってたの、でも違った気がする、そこら辺になった気がする、あの見せた写真がね。ブリーチするとさ綺麗に色入るとか言ったりするけどさ、ちょっと痛みそうだよね。ブリーチしたら変わるって言うじゃん、なんかさ髪がなんていうの、傷んだりさ髪質が変わるみたいな聞くからさちょっと怖くてしてないや。髪染めると痛みやすい、私はそこまで、そんなに普通に染めるだけじゃそこまでだね、ブリーチしたことないから分かんない、分かんないけど普通に普通のカラーだけじゃそこまで。いやいや、ちょっと腰全然いいと思います。次はね、あの前と一緒ぐらい、ちょっと暗め一緒ぐらい、この今これ色落ちしてる状態だから色落ち前に戻すみたいな感じそんな感じにする予定、早く行かないけど病院全然行ってない、地毛にするには大変だよ、もうこっからずっと染めれないんだよ、いくらプリンになってもめっちゃ染めたいってなりそうそれ耐えれなくなりそうだわ、もうここら辺とかまで来たらプリンが嫌だもん、もうここら辺でも嫌、ここら辺だ、ずっと耐えないといけないんだよプリンの状態を、無理だわ、そんな耐えれないわ、髪切る予定はね今んとこない、成人式までは、私自身不利になったら嫌かも嫌かも確かに生写真、その写真撮るときはちゃんと染めてたいな、プリンウェンドルロス絶対嫌だよそんなの髪色汚いってことじゃん、色落ちずっと放置でしょ、嫌だよ染めなくって色落ちしてんのずっと放置でプリン嫌ださすがに染めたい、
理だわ、その耐えれないわ、そんな髪色汚い状態ずっと放置なんて無理だわ。いやまだ男の人とかさ、結構髪が短い人だったらさ、めっちゃショートみたいな、男の人の短い人ぐらいショートとかだったらまだ大丈夫かもだけどさ、無理だな、そんぐらいじゃないと。髪切ったとしても私がしたいのはウルフでしょ。でもショートウルフでも、でもさ、ショートウルフでもこの男の人のこの髪短いぐらいの長さよりかは長いわけじゃん。大変だよ伸ばすのしないけどさ、次元にはもうできないどうやってももう無理だね、耐えれないもん。そんな色落ちしてる状態プラスめっちゃプリンな状態を耐えれる気がしないわ。1年ぐらい放置でしょ、無理無理無理僕隊は出たことないです。私は不倫ショートにしていくって、いやそこまでして実に地毛にしたくないいやそこまでして地毛にするのは別にいいかな。そこまでめっちゃ地毛にしたいわけでもないしね私は別に地毛にしたいわけではない。地毛にしたところで多分また染めちゃうから関係ない耐え抜いて地毛にしたところで定期間取ったら染めちゃいそうだ。基本的にはメンズのインナーから終わり、インナーから全然ありだと思うよ。メンズでも男の人がやってても女の人がやってても普通に可愛いと思う。全然ありだね。的にそのメスだけ、でもあれだもんね、髪色変えるとさ、なんていうのちょっとさ、なんていうの難しい、髪色テンション上がるこう美容院行った後みたいな、新しい髪色とかした時そう、これと鏡たくさん見ちゃうね、見ちゃうよねえこの髪色いいなとか見ちゃうわかるわやっちゃう、テンション上がるかな普通に。ピンクにした時とか、え、なんかすごいって見てためっちゃピンクだみたいな赤だみたいな見てたな、懐かしい。赤とかってさ落ちやすいからさ、その染めた日が一番さ綺麗だから、その日をそう鏡見てすごいとか見てたお風呂入っちゃうと落ちちゃうからやっぱちょっと見てたね。今舐めちゃったけど、ちょうど染めて何日後か
の時の写真だけど、その次染める時ぐらいに、それ染めてから染める時ぐらいに赤やめちゃった飽きちゃったんだよね。その時までは赤が良かったんだけど、いやなんかちょっと赤じゃないの、暗めの髪いいなと思って、なんかちょっとずつ暗くしていった。そうなんだよね、1年ぐらい同じ髪色してたら飽きちゃった。色落ちは、うん、他のあんまり流行りしたことないか分かんないけど、赤ぐらいしかないから分かんないけど早かったと思うから、色落ちやすい色って言ってた美容師さんが。そう言ってた。でも他に色落ちやすい色したことないからね、今までずっと茶色系でずっとやってた。暗めの茶色とか茶色とかずっとそんな感じだった。他のない気がする。茶色、今まで茶色か赤系しかやってない。茶色なんかちょっとベージュっぽいやつも一回やったことあるわ。でもなんか茶色っぽい感じ。あ、髪の劇場でいい感じだった、綺麗だった。鏡の劇場の時、雫とかリセットのあれか、リセットの千秋楽の時ぐらいかな。雫とかリセットの千秋楽の時も赤だったよね確か。そこらへんか。でもなんも変えちゃったもんな。赤はね一旦やる予定ない、一旦わかんないからね、スタイル。とりあえずは暗い色かなって感じ。暗い色飽きないしね、あんま暗い色だと。アーシャって何、アーシャはアーティスト写真で、アーシャでも昔撮ったんだなと思う時ある髪色でってことか確かにわかるね、そういうの。髪色とか髪型とかでさ、この時と同じぐらいかみたいな撮ったのわかるよね。よいこと毎回ブリって進められるから、そろそろ美容師に押し負けしそうブリーチ勧められるの？ブリーチはね勧められたことないね、もうねでもあるじゃん、一回やってみるのもいいんじゃないそんなに嫌ってわけじゃないなら。一回やってめっちゃ痛んだとかだったらもうそこでやめちゃえば明るい方が好き、暗い方が好き。自分の髪色どっちがいいんだろうね。でも確かに暗めの色の方が最近ずっとさ暗めだからさ、見慣れてるから暗め、うーん暗めの方がいいのかな、分かんないな。難しいね。でも明るい色、めっちゃ明るい色はそこまでしたことはないんだけど、短い期間短いけど、めっちゃ明るい色、そうブリーチするような色とかね、一回はやってみたいけど、でもいつにいつするか分かんないけど、
いつかって感じ。確かにね、ブリーチするとできるのも確かにいっぱいあるんだけど、痛むのが怖いよ。え、でも今は暗い色は色、今は暗い色、今はそういうなんていうの、その色にしたい気分、そういう色に、そういう色の気分だから。次の入れた色が見つかるまでだな、わかんないけど。毛先だけ色が、毛先だけ染めるのも可愛いよね。確かにありだね、可愛い。インナーとかさ可愛い。黒に染める人いるのかな。真っ黒、なんかブルーブラックみたいな、こうちょっと青っぽさもあるけど黒みたいな、黒に染めてる人は見たことはある。ただの黒染めとかあれじゃない、なんかこう学生でさ黒くしないといけない人みたいな。知らないけど私はしたことない、黒染めは。ブルブラックって真っ黒だよね。そう、度合いによるか、どのくらい青いのか。ガチで真っ黒になる黒染め、マジか。黒染めはしないよ、黒染めしちゃうと次の絵からに影響が出ちゃう、残っちゃう黒染めって。だからしない。墨汁みたいな、え、そんな黒いの黒染め、え、真っ黒じゃん。え、本当に。びっくりしてるんだけど、そんなに真っ黒なの。墨汁っても確かにそれは違和感あるわ。そこまで真っ黒な人ってなかなかいないよね。こう黒の人がいてもさ、その墨汁みたいな黒さとか、マジでそこまで思ってなかった。黒染めはねしたことない。うん、道は色きれい、色はきれいに入るけど抜けるのも早そう。あ、確かに確かに確かに抜けるのも早そうだわ、落ちるのも。違う暗めにしたときどこかにあるかな。でもね、その時は黒染めではないんだけど結構暗くしちゃって似合わなかったんだよね、自分的に真っ黒になっちゃって。どこかな、あんま写真撮ってないかもしれないな、似合わなかったから。
っけな、あれ。あ、これ。これかな。でもあんま写真がないな。写真がないや。あんまないや。なんかこう色落ちしてきたぐらいの写真しかないや。あんま撮ってないわこの時。あ、ランキング早い時間。13位からランキング見ます。13位、トッシーベビースターマンさん、ありがとうございます。12位、猫舌監督さん、ありがとうございます。11位、スペースランナーウェイさん、ありがとうございます。10位、中身さん、ありがとうございます。9位、 WY アトマーク影の守護神さん、ありがとうございます。8位、プッチーニさん、ありがとうございます。7位、あきひこさん、ありがとうございます。6位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。5位、バトニーさん、ありがとうございます。次、4位、まぼろしさん、ありがとうございます。3位、香港のアルマートマーク京川さん、ありがとうございます。次、2位、とわさん、ありがとうございます。そして1位がとしのりさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。明日の配信は明日お昼過ぎぐらいにできたらするかも。お昼過ぎか夕方ぐらいに一回できたらするかも。2回したい、明日も理解したいとは思ってる、思ってはいる。微妙だな。できそうだったらお昼過ぎか夕方ぐらいに1回するかも。夜はそうだね、23時か22時台にはもう始めてる。23時台にやってるね。20時半とか23時とかそこぐらいから始めると思う。そろそろコンサートの練習たくさんしなきゃ。リハーサルとかあるから。あと1分半。1分半待ってるね。明日はスタバ行かない。明日は行かない、違う日行く。また やるとしたらお昼過ぎか夕方ぐらいでかな。2回、そのぐらいかな。またできそうになったら言いますね。できそうだったら明日やるかは分かんないけど。別の AKB の配信回数秒だもん、1位になった。え、マジで配信回数、イベントとかがあったからかな。確かにめっちゃしてたもんな、1日に。だからかな。あとちょっとで時間になっちゃう。じゃあまた明日できそうだったら2回するね。いやでも練習しなきゃだから理由作ってじゃあまた明日できそうだったら2回で、夜は絶対する。じゃあおやすみなさい。また明日、ありがとうございました。おやすみ。
バイバーイ。また明日。おやすみなさーい。